はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員忽那良二でございます。大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきます。お知らせです。明日8月20日は都合により動画アップをお休みいたします。メールマガジンもお休みいたします。あしからずご了承ください。ちょっと遠出してまいります。まあ泊まりではないんですけど、泊まりみたいなもんかな。別にその遠くに行ってうまいラーメン食ってこようってそういうことではありません。こちらはよく行ってる、気に入ってる、こういうのでいいんだよっていうような中華そば700円です。この前喜んで写真撮ってきてしまいました。高市早苗経済安保大臣の事務所に北海道から首を洗って待ってろなどという脅迫状が届いたそうであります。なんでか分かんないですけど、事務所が未だに被害届を出していない。こんなのは大体捕まんですけどね、捜査すれば足ついて、ですけれども、なぜか事務所が未だに被害届を出していない謎。これだと警察も動けませんよね。ちょっとこれは続報待ちですね。なんか揃うの待ってて、そっから被害届出すとか、まあいろんな事情があるかもしれませんので。東京都外国人企業融資制度続報であります。例の1500万円無担保無利子で借りれるみたいですね。川松新一郎都議が確認いたしました、東京都に。議員調査権を使ってですね、都議は東京都に質問できます。で、東京都は都議に聞かれたら答えなくてはいけないっていう決まりがありまして、まあ私は豊島区議会議員でしたけれども、豊島区議会議員が東京都に質問しても通用しないんですけど、豊島区内の豊島区役所の仕事であれば議員調査権通用して教えてもらえる。区役所は教えなければならない。こういうものを使ったんだと思われますけれども、外国人企業支援事業1500万円融資の件ですが、現時点で融資件数はゼロまだ一つも認定されていません。申請に向けての問い合わせは3桁を超える数が集まっているようですが、東京都の審査も甘くはないので、だそうであります。とは言ってもね、そもそも外国人に企業資金を貸したろうっていう制度自体に反対ですけどね。親戚でも何でもねえんだから。3桁を超える問い合わせの過半数は実はクレームではこちら側のなんでそんなことやってんのいうですね、クレームじゃないかな、なんて思いますけれども、まあちょっとこれは様子見ですね。サルーマミレンダロ大会で有名な福島みずほ社民党党首高市早苗さんがかつてスパイ防止法を作らないといけないと言っていた、その高市さんが大臣になったので最高刑が死刑のスパイ防止法ができちゃうかもしれないっつってですね、大反対したそうであります。死刑になっちゃうかもしれないっていうことでね、ネットの反応です。スパイはどこの国でも重罪だぞ、スパイが焦っている福島にとってはおっかない法律なんだろう、やましい連中が大騒ぎ、スパイ防止法に怯える議員ってどうなの、死刑が嫌ならスパイしなきゃいいじゃん、スパイの予定がある人ぐらいしか反対しない、そんなにビビらなくてもスパイじゃなきゃ、こいつは外国からの指令で動いているのが明らか、私はスパイですと絶叫しているのも同然なんだがと。安倍総理の功績の一つ、テロなど準備罪成立の時の福島みずほはこんな法律ができたら共謀したら逮捕されてしまうっつって
国会前で仲間を集め、日本のではない太鼓をどんどこ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 叩いて大反対しておりました。共謀しなきゃいいじゃんかと多くの日本人を心底呆れさせました。何なのっていうですね。スパイ防止法でスパイが死刑になってしまうって、スパイしなきゃいいじゃんか、テロなど準備罪の時と言ってること一緒でね。で、同じようなこと言って同じように心底呆れられて、年ばっか食って全く賢くなってないな、進歩してないな、よかったよかった、スパイ防止法ない国ないよ。日頃からグローバルグローバル言ってる連中がですね、これとですね、日本にしか存在しない救助に関しては突然ガラパゴスになるのはなんでなの、世界と一緒でなくていいっていう姿勢にチェンジするのはなんでなの、救助を廃止すると侵略しにくくなっちゃうじゃん、スパイ防止法だとスパイしにくくなっちゃうじゃんって真の理由を隠してね、いろいろ言ってっからおかしいことしか言えないんだよね。スパイは死刑になってしまう反対、なんだそれ。ツイッターでですね、スパイ防止法に反対するのはスパイというハッシュタグが盛況です。ご協力ください。スパイ防止法がまだ時期が早くてできなくてもですね、皇居と国会のある千代田区とか市ヶ谷防衛省がある新宿区とかね、共産党本部がある渋谷区などで独自にスパイ防止条例って作れませんかね。ここの区の区議会議員さんどうですか、全力で応援するんだけどね。あと大塚にはですね、チュチェ思想国際研究センターっていうのがありまして、北朝鮮のスパイの総本部あるんで、豊島区も欲しいな。これ私が現役議員の時思いつかなかった、今日突然ひらめいたんで、残念なことしました。現役豊島区議会議員の時にこういうのやってればよかったな。立憲共産民民令和による統一教会との関係追及臨時国会を開け要求をですね、自民公明が拒否しました。予想通りであります。ネットの反応です。応じないのか、合理性のない招集要求だし、初めから要求が通るとは思ってないだろう。これ拒否されたら拒否したで、拒否された、自民公明は逃げ回っているって言えますもんね、騒げますもんね、あいつら騒げれば何でもいいから。拒否されて騒ぐまでがセット、国会を開けばそれなりに金がかかる、新規立法や補正予算審議とか国会でしかできないこと以外は招集すべきでないと、国会の安売りすんなって意味ですかね。スパイ野党が説明しろっつってね、与党がこれがこうでこれが証拠ですっていくら説明したところで、スパイ政党どもは納得できない、質問に答えてない、いやいや今ちゃんと答えたろ、証拠も出してんじゃんっていうのをですね、全然そんなことは言いにも返さずに納得できない、質問に答えてない絶叫、テレビやトレビでそれに乗っかって疑惑は深まったとか言って、これ延々ループ、こうなることが目に見えているんで、スパイ政党の要求はことごとく拒否すべき、何もこれに関わらず限らず、スパイの要求は拒否すべし、すべき全部、スパイの要求一切聞く耳持つべからず、スパイなんだから、開催されないとは思っておりました。昨日の時点でもうそう予想しておりました。議員と宗教の絡みが悪いって言ってると通語となるとね、公明党火だるまになりますもんね。公明党政教分離の原則からうちは創価学会と無関係って長年言い張ってんですけど、どこで変えんだろう、その
厚い面の皮と感心することしきりであります。あとね、創価がやってる、まあ霊剣新たかな、100万円の壺売ってますよね、統一教会はね。同じく霊剣新たかな功徳を詰める100万円の仏壇売りつけるのと何が違うんだ。壺を100万円で売るのと何十年も政教新聞買わせるのと何が違うんだ。政教新聞だってね、年に5万ぐらい取れるから20年取ったら100万ぐらいになっちゃうね。連立与党がカルトって恐ろしすぎますな。昨日はですね、竹島盗んでる敵国なんだから自由に来日させるのおかしいし、特別永住資格与えてんのもおかしいとツイートしたところ、発狂者続出でありました。どいつもこいつもこっちを罵倒するばっかで、なんでおかしくないのかを説明できてなくて大爆笑であります。これぞまさに論より大声嫌がらせだな。残念ですが論より大声嫌がらせはね、優しさあふれる善人には効果あるんだろうけれども、全然優しくもないし善人でもない私には効かない。全く効かない。鼻で笑ってせせら笑うだけであります。その敵国韓国が18日昨日ですね、日本の EEZ にある竹島周辺での海域調査、なんか調査船からワイヤーを海中に垂らして調べてたらしいです。外務省がすぐやめろと抗議したそうであります。ネットの反応です。浜田沖で天然ガスが見つかったから悔しくてしょうがないんだな。ユンユン竹島カード切るの早え。大体韓国の大統領って支持率だだ下がりになってくると苦し紛れに反日行動、竹島に上陸したりなんかして、支持率回復を目指すんですけれども、早えな。抗議じゃなくて制裁しろや腰抜け、はいわかりましたすぐやめますって言うと思ってんのか。やっぱ武力で取り返すしかないよな。照準レーダーをロックオンしろ。勝手に他人の庭を測量してるイメージだよな。ふざけんなってもんでね。敵国はちゃんと敵視線と危ないですよ。こんだけ敵対行為重ねてるのに抗議だの遺憾だのって言ってわかるような相手がっつうの。ぶちのめしても何のことやらさっぱりわかんなそうな領域なのに、そのぐらいわけわかんないのにね。言ってもわかんねえ、殴ってもわかんねえ。殴り続けて終了してもその時最後の最後の瞬間まで一体なんで、ってわからないっていう領域ですよね。自衛隊がこれに対して出動できねえって言ったら島根県防衛隊作るべきだよな。国権の発動たる戦争行為じゃなければいいわけで、9条で禁止してるのこれですからね。地方自治体がやる分には全く問題ないんじゃないの、法的にも解釈的にも。憲法学者だって、これに異論挟めないんじゃないの、地方自治体がやる分には。あるいはですね、例えば、まあ、力のある企業であるとかがトヨタ防衛隊がなんか、作ってですね出動するのは別にいいんじゃないの、これ国がやんなきゃ。島根県防衛隊に強襲揚陸艦とですね F-35 を配備して沖空港から飛ばせばいいや、別に空母いらねえや、近いんだから。指揮は島根県知事でいいよ。島根県知事で、まあもちろん専門家がついてあれやこれや手助けしてくれるんですけども、もしくはね竹島は真水も出ないんだって。いくら井戸掘っても水が出ない、塩水ばっかで。なので機雷封鎖して補給物資が届かなければ3日もあれば干上がりますよ。9条でですね紛争解決のための武力行使と武力での威嚇を禁止っていうことなら解決しなきゃいいじゃん。紛争解決に武力使っちゃダメなん、じゃあ紛争解決しなきゃいいじゃんって私思うんですけどね。攻撃するだけ攻撃しといてあとは放置、これで違憲にはならない、解決しなければいい。敵国がですね
紛争解決を言い出してきてもですね、それは違憲なのでつって拒否する、交渉しない、永遠に紛争中ってことでいいよ、もうそれで憲法違反なんないでしょ、外国人生活保護みたく当面の間の措置つってですね、70年以上紛争を続けてもよしと、これでよしと、断交もできるな、一石何鳥にもなるな、私思うんですけれどもね。であれで、地方自治体で軍隊も出ばいいんだよ、豊島区軍とか千代田区軍とかね。でそれバラバラに戦ってっと核攻撃化されてしまうので、それを統合する自治労みたいなやってんじゃん、自治労、地方の公務員それぞれの自治体の労働組合束ねてる自治労は別に違法じゃないんじゃん。じゃあね、地方自治体軍を束ねる組織があってもいいじゃん。でね、国がやってることじゃねえから国権の発動じゃねえしって言ってりゃいいんだよ。左翼が血涙流して大小便垂れ流して悔しがありますんでね、それできたらとってもいい考えだな我ながら思いますけれども、というわけで明日動画とメルマがお休みいたします。あしからずご了承ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。